こんにちは。こんにちは。あれあれあれ、ちょっと待って肩が嘘あ、大丈夫大丈夫です。あれまたかわいい靴履いて買っちゃった。いいですね、ちょっとかわいいですね。またハッピーソックス買っちゃいました。いや、もう本当に知ってますよ。知ってます、うん、すごいこれ かわいくて見えます。赤、うん、ちょっと出るんですけど、本当だ、水玉模様で、ね、素敵ですよ。すごいですね、うん、ちょっと自慢したくて、はいはい、特典して来ちゃいました。特典して、はい、意味はそんなにあったかどうか分かんないけど意味は全然ないんですけど、いやいや、でも派手なご登場で、はい、はい、ありがとうございます。まただから同じ側転シリーズで撮れたらいいな。そうですね、これからもやって いきましょうよ。ぜひ肩が持つ限り。そうですね、そう、うん、腰も持つ限りは。そうです、そうです、側転で紹介していきたいと。いいじゃないですか、派手で。いい紹介の仕方があったらみんなやっぱりコメント欄コメントにねお願いしますいいじゃないですか、くすみさんもぜひ。そうですね、今度シューチャイナーミーティングで、うん、いただいたら、これがいつ発表されるかわかんないですけど、うん、はい、ちょっと練習していきます僕も得点の。あ、そうですね、はい、得点やんなくていいと思います。あ、本当ですか、うん、なのでみんなハッピーソックスだけ買えばいいと思います、うん、はい、これかわいいわ、ほんかわいい。大ぶりの初めて水玉でようやく下ろしたんです。2ヶ月、紐切ってましたもんね。そう、2ヶ月ぐらいね、クローゼットに置きっぱなしで、いや、いいです、温めておいたのでようやくですよ、うん、今日のために。よかったよかった、スーツとかでも着ちゃいたいです。そっか、履いちゃいたいです。全然履けるんでしょうね。なんか本当は履いてもらいたいらしいですよ。うん、ああ、そっかそっか。いいソックス。なるほどね。スーツとかみんな同じような格好の中に靴下で遊んでもらいたいみたいな、うん、はいはいはい、そういうメッセージもなんか確かあったような、なかったような。これならね、スーツ着れますよ、全然。ある程度許される会社だったら全然いいと思うんですよ。うん、自分のとこは着れたらいつかいいなって思ってたら。はいはいはい、ぜひぜひ、またね